はい、じゃあちょっと加速してみます。はい、超久しぶり。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。あおいです。そして花です。やった、阿部ちゃんの大好きなホンダ車が入ってきました。しかも赤エンブレムがしさ、めっちゃ綺麗じゃない？もうめっちゃ綺麗。これはシビックタイプ R ですよね。ね、タイプ R 書いてあるしね。書いてあるしね。なんか全然でしょ。待って、あれホンダ党ですよね。ホンダ党ですよ、阿部ちゃん。急にまた変えたんですか？俺は怒っている。なんで怒っている？なんでプンプンなんですか？これはタイプ R と呼べないからだ。いや、タイプ R ですよね。エンブレムチューンってことですか？どういうこと？これは YouTube だという手で見てください。はい、ね、全くテンションが上がりません。なんか私たちからしたらめっちゃ綺麗な、まずお車が入ってきてテンション上がったよね。チャンピオンシップ、そう、ホワイト赤エンブレム、うん、タイプ R、 もう阿部ちゃん天狗になっちゃったんですか？これだけじゃテンション上がんなくなっちゃったんですか？満足できなくなっちゃったんですか？いや、あのですね、はい、阿部ちゃんが好きなのは、はい、タイプ R で行くと、はい、インテグラタイプ R DC2、うん、シビックタイプ R EK9、はい、ここまでなんですよ。ここまでこれは何ですか？あ、 FD2 も好きだ。 FD2 まで、そうですね、シビックタイプ R は FD2 までです。これは何ですか？何て言うんですか？この車はですね、はい、シビックタイプ R、はい、FK2。 あ、FK2 的な、FK2、 あ、お肌が綺麗なやつ。あんま聞いたことない。聞いたことない。あの、初めて紹介します。お、まずもうこれって新しいんですか？まあ、新しくもないかな、現行シビックタイプ R の1個前の。1個前なんだ。FD2 の後ってことですか？ FD2 の後になんか1個卵みたいな変な車が挟んでこれになって。そうなんだ。あ、まあなんかね、見た目とかもね、すごい、なんだろう、今までに見たことない感じで、近代的なさ、ヘッドライトとかもしてるし、ね、これ見てすごくない？そう、ここが特徴的だよね、うん、ウィンって乗ってる。なんか阿部ちゃんから言わせると、はい、ピットタイプ R みたい。そっちの方がしっくりくる。うん、ピットタイプ R。 いや、これリッキーとしてシビックタイプ R ですよ。ですよね、ですよね。あの、初めに断っておきますけど、はい、オーナーさんには本当申し訳ないんですけど、はい、これ走行距離とかって？走行距離7000キロ台です。え、あのね、今回の動画では、はい、まあ、ホンダ好き好きと言ってる阿部ちゃんですけれど、はい、中にはそんなに好きじゃない車もありますよっていうところでね、阿部ちゃんがやっぱ往年のいい時代のホンダのね、うん、ライトウェイト高回転 VTEC の時代が好きな僕が、うん、まあ、見た時にどういう風に映るかみたいなのを、まあ、視聴者の皆さんと共有しながら、うん、はい、オーナーさんには大変申し訳ないんですけれど、ちょっと見ていこうかなと思います。はい、はい、まずはですね、はい、エクステリア。エクステリア、エクステリア見ましょう。はい、あのね、うん、やりすぎ。どこが？タイプ R ってもともとね、うん、はい、簡素なんですよ。シンプルなイメージはあるで、速い、うん、なるほど、お尻に必要なものはついてない、最低限な感じ、最低限の装備で、うん、もう激パヤ、激パヤ、まあ、これがコンセプトだったはずなのに、はい、これどうですか皆さん？おしゃれ。おしゃん、なんかおしゃんです。しかもなんかここはあのツヤのある黒とかで あるからなんか締まって見える、うん、だよね。もうおしゃれな方向性に素朴な感じは全くない。ないないない。ちょっとゴテゴテしてすぎかなって思っちゃいます、まあ、グリルはちょっと特徴的かなって思いますね、うん、そうだね、4箇所前の下と上と横、うん、まあでもこれ純正状態だからね。純正でこれなんですか？え、めっちゃかっこいいね。このリップとかも純正なのね。これかっこいいって思いました。ここのライン、これね、赤入れるってすごい ね。いやー、やりすぎだね。あー、分かれてるよここで。全然やりすぎ。やりすぎか。まあ確かになかったもんね。そうだね、まあ、社外エアロとかもつけなくてもいいという観点で見ると、うん、まあいいのかもしれないけど、はい、
まあ、往年のタイプ R が好きな私にとってはちょっとゴテゴテしすぎかなって感じ。まあまあまあそうですね。もうちょっとシンプルさが欲しい、うん、そうだね、なんか、うん、GTR ニスモみたいなんだもん配色が白と黒と赤で。わかります？わかります、わかります、わかります。でもまあスポーティーな配色だなっていうのは、まあね、確かに、ね、うん、そうだね。このオーバーフェンダー、すごい、おーおー、すごい。これも純正ですか？これ純正です。おー、純正オーバーフェンダー、すごいね。純正であったりするんだ。これもちょっとね、うん、やりすぎやりすぎなんだ。やりすぎだな。ここもこれも純正のこのデザイン、ね、これすごいですね。これはどうですか？これ本当にさ、うん、エア抜いてるのって感じフェイクだったらちょっとがっかりかもしれない。あ、でもまあ一応ちょっと穴開いてるかな。ちょっとです。こっちは穴開いてないです、うん、ここにちょん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 ってある。こんなには開いてないあ、本当だ。ここだけかも、ね、ここ、そうだね。このまた横もいいじゃないですか。サイド本当に GTR ニスモみたい。うん、サイドね、本当なんかデザイナー同じなんじゃねえのもしかしてなんかね、ところ黒もツヤっていうのが特徴的ですよね、うんうん、そうだね。ミラーもそうだし、ほらリアもこの取ってつけたようなオーバーフェンダー、まあ、ついてますね、なんかね、ここにね。阿部ちゃん的に、はい、この FKA2 の一番嫌いな場所、うん、リア側見してください、うわ、おしゃれ、いかつい、いかついね、いかついよこれは阿部ちゃん的にはだってウィングどうなってんの端っこなんか取ってつけたようなウィングなんかすごいデザインだね。またこれ初めて見るね、うん、ここね、うんってなってるのかねそうだね、ボリューミー後ろ、確かに確かに、まあ、ちょっとテールランプのデザインがあんま好きじゃないかな。あ、ちょっと仮面ライダーっぽいね。確かに、でもなんか、ね、ちょっとね、うん、昔のシビック、うん、思い出せないかもなんかもうちょっとシンプルだった気がしますよ昔のシビック、ね、どうだったっけってわあ、確かに、あ、なんかこういうところもちょっくらついてるもんね。ここもここも、うん、ところどころフィン的なのがすごい、なんかエクステリアにね急にこだわった感じさあ今まで一周してきてですね、はい、往年のタイプ R ファンの皆さん、ね、うん、これを見た時にどうかっていうのはまあ多分想像に難くないと思うんですけれど、はい、まあ、あだこうだ言った中でも、うん、すごいいいなと思うポイントもあります。あ、本当に。まずその1、その1、オイル、オイルです。あのね、チラ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 、これは純正オプションの BBS のホイール、かっこいいし、これなんと4本で100万円ぐらいします。触っとこっち、これめちゃくちゃいい、金は上がるかも、金は上がるかも。もこれも純正ブレンモですかね。そうです。いやー、いいねこの赤 ね入るね。足回り映えでしかないね。映えでしかない。いや、足回りは映えじゃないですよ。なんですか？なんで？ホイールしか映えじゃないです。え、ガチじゃないですか？ホイールしか。え、これあれですか？でかく見せてる風？違います。なんですか？これは本当にブレンボのキャリパーなんだけど。何？足回りの話しちゃう？もうしましょう。映えじゃないんですか？足回りはですね。はい。フロント側にね、はい、こんなでっかいブレンボのブレーキがついたのに、はい、リア側見てくださいよ。え？あ、やばあれ？あれ？あれ見るとなんかもうほぼない。リア側はなんと片押しキャリパーなんですね。うわー。まあ FF にね、そのブレーキのバランスがどっちに必要かといったらフロントなんだけど。タイプ R って言うんだったら普通リアも対向2ポットつけようよ、ブレンボの。多分あれかな、外装でお金かけちゃった分ここで調整みたいな、うん、ここはいっかってまあブレーキバランスとかはちゃんと調整してあるんだろうけど、そうですね、ちょっとこれはいただけないかなって思います。本田さん、そうですね、こんだけ外装がこだわってあるならちょっとリアも頑張ってほしかったかもしれない、はい、そうだね。あと足回りの話しますね。はい、足回りまだある。足回りの話、はい、サスペンション形式の話です。はい、なんと、はい、この FK2 はですね、うん、フロント側は、まあ、ストラットっていう
普通のなんだろうスポーツカーシルビアとかにも使われてるような、はい、まあ普通の形式のサスペンションなんだけど、はいうん、リア側はなんとトーションビームっていう形式なのね。聞いたことない。トーションビームってどういう形式かっていうと、はい、なんか軽自動車とかの足回りにも使われてるようなこう四輪こう二輪がねつながってるんですよ。基本的にはリアの2つがそう。だからそのまあ足回りの形状があってこうつながってるのね、はいはいはい、1本こうつながってるから、うん、こういう風には動くんだけど、はい、こういう風に動かないの。わかる？だから片側だけが路面悪い時とかでも反対側も影響受けちゃうってことですね。そういうことです。だから FF なんか、はい、ほとんどリアなんか割と荷重がかからないことが多くて、はい、こううまいことねちゃんと独立してないと、はい、三輪走行になっちゃうんですよ。ああ、ね、そういうことか。そう前は独立してるのに後ろはつながってるから、うん、そうなるとどういう影響が出たりするんですか。まあ、だからちゃんとコーナリングできないよね。四輪でコーナリングできないからスピードが落ちるとか。それはこれはもう FK2 がもうそうなんですか。 FK2 がこうなんですよ。詳しい阿部ちゃん詳しいね。タイプ R でトーションビームはないでしょ本田さんっていう僕の意見ね。まずこれに関してちょっとねコメント欄でもご意見いただきたいですね、まあ、皆さんの。確かにでも走りのことを考えてるタイプ R ってなるとちょっと残念ではあるかもしれない。そのポイント多分ねそれが相当批判されてこれの次のタイプ R からちゃんと4人できる絶対そうだ。戻したっていうのはそういうことかもしれない。絶対そうだよ内装はね、まあ従来のタイプ R で簡素で質素でっていうところでからはちょっと離れるけど、うん、かっこいい。めちゃくちゃ多い。内装はね、かっこいいです。このシートの質感が高い。そうだね。これ純正シートなんだけど、すごいホールドもいいし、この座面の調整もできるしね。おお、いい。高さも変えられる。ほとんど車外のセミバケと変わらないホールド感、うん、このシートはね すげえいいです。いや車外品に変える必要ないもんね。そう本当に。であとやっぱホンダらしいこのスポーティーな演出、うん、あいいですね、まあ、レッドステッチだったりね、うん、ところどころにある。そうであとはシビックタイプ R これは結構伝統的なんだけど、はい、スピードメーターとタコメーターが分離してるのね、うん、こういう感じで真ん中の針はタコメーター、はい、スピードメーターはデジタルなんですよ。バッチだ。そうすごい2つに分かれてるってことですね。そうそうそう。目線的にはこういう感じかな。 でタコメーター見なくても、はい、こうレブが見える。おすごい。なにこれ、これすごい。この辺はすごく憎い演出。うわ、ね、いやいい、これかっこいい。遊び心ある。すごいいいと思うこれは。まあ、ただちょっと、はい、あのまあ、質感は上がってるけど、はい、簡素でもう極限まで軽量化していくっていうコンセプトからは少し外れたのかなという感じだよね。さあいかがでしたでしょうか。私は好きです。いやなんか結構そうこだわりが見えて、まあ、走りっていう部分を考えちゃうとやっぱこう車好きな方たちからしたらいやシビックタイプあるじゃんねえよって多分なっちゃうかもしれないんですけど、なかなかこだわってて好きですね、うん、なんか私的には、まあ、見た目も結構変わってるけど、うん、走りの面でまだこう引き継いでるものがあればまだいいのかなって思ったんですけど、うんうんね、あのね基本的には、はい、開発コンセプトと狙ってるターゲットっつうかスピードレンジがもう全然違うんだよね。へ、今まで僕らが好きだったタイプ R とは今までだと、うん、そう阿部ちゃんが好きな時代だったらもう本当に走り、まあ、今までの、うん、まあ、タイプ R だったら例えば国内のサーキットで速いとか、ね、筑波サーキット1分何秒で走るとか、うん、そういうレベルの話だったんだけど、はい、この FK8 からはもう世界の名だたるサーキットで通用する FF 最速マシンを目指してっていうところの開発なんだよね。あ、じゃあグローバル的な視点で作ったお車だから多分こだわったんだね。だから今までこだわってた NA 高回転エンジンっていうのを捨ててまで
やっぱ馬力出すのにこだわったからターボをつけたし。そうなんだ。そうなんですよ。あの音しないんだ。320馬力です。え、すごっ。んばーは言わないです。うわ、言わないんだ。うわっ、そこ寂しい。だから一時期はそのね、世界最速の FF マシーンっていうのを目指して作っ、あのドイツのニュルブルクリンクっていうすごい伝統的なサーキットの最速レコード FF を持ってたんですよ、こいつは。へー、この FK2 が。そう、すごい。タイムは7分50秒。うーん、あの NSX-R ですら7分59秒だったのに、それを9秒も早く走っちゃうっていうお車だったんですね。すごい。そういうところを目標としてね、作ったから、まあ、日本のね、偏屈な親父にだけ受ける車っていうよりかはグローバル、グローバルな感じですね。受け入れられるっていうんで、こういう格好になったのかなっていう理解はしてますけどね。でもシビック世界中で人気なイメージあります。そうですね。そうだね、ホンダで最も成功した車って言われてますからね。で、今回こちら紹介したお車はもうマジで超ごく最近、オーナー様から買い取りさせていただいたお車です。はい、ありがとうございます。今日入庫しました。そうです、今日入庫しました。ピチピチ、はい、ちょっと海を隔てたあたりから。そうですね、すごいですね。入庫しまして、で今ね、ずっとご覧になって分かると思うんですけど、はい、ほぼ新車のコンディション。だって内装も新車の匂いしましたもん。はい、うん、走行距離7500キロです。1万も行ってない新車です、本当に、うん。でも結構シビックタイプ R はね、うん、EK9 とか FK2 とかもそうなんだけど、はい、最新の FK2、FK8 もかなり上がってるんですよ、相場が。上がってるんだ。ああ、もう現行車なんか奪い合いみたいなところありますからね。物がないからね。あ、なるほど。この車なんか、はい、出た時は抽選販売でした。出た、はい、普通のものが。そう、抽選販売で、国内では750台しかないっていうお車です。限定車じゃないけど、まあ、限定車というかこれ逆輸入車なのね。ああ、そうなんだ。そうなんだ。イギリスで作ってるんですよ。あ、そうなんだ。そう、前の EP3 もイギリスで作ってるよって話してたんで、言ってましたね。それと同じなんです。ああ、そうなんだ。で、750台。そう、もともと台数が少ないのと、はい、なかなかこういう低走行で綺麗な車が少ないので、はい、まあまあ目玉飛び出るぐらいの値段で、そうなの、買わせていただいたという。ごめんな、抑えないと見るとき。じゃあこれどうするんですか、うん、どうしようもできないでしょ、こんなの。もうね、新車が入ってきちゃってるので、うん、まあ小売りしてもいいとは思うけれど、思います。ちょっとね、こういうよくわかんない超綺麗なやつって、はい、一回こう相場どんぐらいつくか見てみたいじゃないですか。あ、なるほど、そうですね、はい。なので、ちょっとオークションの方にも出してみようかなと思ってます。うん、うわ、気になる。いや、高いんじゃないかな、うん。でもなんかまだエンジンも当たりついてないような感じで、正直言ってなんか本調子じゃなさそうなコンディションです。まあ、これから伸びしろがある感じ。あ、そうなんだ。多分これ売っていただいたオーナーの方も結構ご高齢のね、オーナー様で、はい、こう大事に、あ、うんうん、もう多分ブーストとかかけてなかったんじゃないかな、大事に乗られてたっていうね、方、うんうん、で結構この車に対する思い入れも深くて、はい、なんかね、一緒にこういう雑誌、すごい、切り抜きだったり、あ、これ違うな、ね、こういうの全部ファイリングされてて、ここに、そう、これ買った時の写真ですね。そうですね、があったり、これリジカラも取り付けてあるみたい。全部そのやったやつはファイリング綺麗に、綺麗にされてる。そう、あとこういう雑種類ね、雑種類とかも全部こうあったりして、うわー、ちょっと、そうですね、思い入れがあるお車。そうそうそう。でも多分オーナー様がね、まあ、安倍ちゃん、あの、ホンダ車が好きだということで、うんうん、なんとこんなものをいただいてしまいました。かわいい、かわいい、まんまですね。まんまだね。すごい。これ純正のホイール。あ、これが、そう、ここでわかる。未使用純正ホイール中に入ってます。わ、それもあるんだ、はい、え、開くんですか。開きますよ、ほら、はい、今日のエンジンこれです。同じ、同じエンジンです。今日のお車こちらなので、
内装もすごい。なんならこれで YouTube 撮れるんじゃない。え、これで撮りましょうか今度。ね、あーでもすごい。ほら。すごい。今度そうだね、雨の日これ紹介しようか。これも譲っていただいたんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。あのモデルカーの棚に大切に飾ります。どんだけあるか気になる。優しいね。優しいね。もう本当に。まあ、ということでですね、うん、あのちょっと今回ディスり気味な、うん、オーナー様には本当に申し訳ないんですけど、はい、あの本心と思わないで聞いてください、うん、本心はすごく嬉しいですよ、うん、はい、YouTube です、まあ、YouTube だと思って聞いていただければいいんですけど、まあこういうね、はい、ほぼほぼ新車のようなレアい車に関しては、うん、はい、まあトラスト企画もそこらの買取店には負けないような、うん、ご提案をね、うん、させていただけると思いますので、はい、実際こうやって入ってきてますから。そうです ね、まあ、こういう同様のお車お持ちのお客様ぜひ弊社まで査定のご依頼よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあちょっと最後にね、あのシビックタイプ R の加速がどんなもんだか、うん、ちょっと体感しながらお別れしたいと思います。怖いじゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。おいちゃん、まずさ、何ですか？シートベルト赤いぜ。え？何これ、このおしゃんなやつ。かっこよくね。かっこいいし、こんな伸びるんだ。え、なんかレーサー感。待って、何も言わないで出発しないでください。はい、じゃあちょっと加速してみます。はい、超久しぶり。あ、こんなもんか。いやいやいや、あらちゃん怖いよ。あ、私なんか体勢一回ついたと思ったんだけどな。まあでもFF でこのパワーはちょっとね、危ない。あれ、どうでした？ホイールスピンシャーは普通に。あ、あのね、普通に怖すぎてうわーってなっちゃった。あー、これ全然じゃないと思うんですよ。あー、疲れた。